さあ、ラパラ、今日もじゃあ早速遊んでいこうと思います。今日はまずステージ2を全クリ全パーフェクト狙っていこうと思います。夜にね、これ話途中からなんだけど、俺が裏でコソコソやってたから、昼間は言い争っていた3人は今自分たちの部屋で一緒に楽しく生配信を行っている途中であるのだ。私はてんてんてん。これお姉ちゃんどうしたの、疲れちゃった。あ、じゃあフルボイスだこれ、俺が喋る必要ない。ううただあの3人が何事もなかったように振る舞っているのがすごいなと思っているんだ。どうしてみんなで争い合うんだ。ビジ友ってやつだね。そっか、あの3人は PD ガールズっていうアイドルグループなんだ。いわゆる K-POP の。なんかすごい大手芸能関係者みたいな立ち回りの話し方してるけど、姉さんは探偵で飯食っております。よろしくお願いします。ボアとヨーコはこの2日で誰かから悪意を持って傷つけられたのが現実よ。共通点についてん？2つの事件の共通点、これもしかしてなんか俺選択する、選択迫られるパターンか。私とヨーコさんが貯蔵室に閉じ込められた事件、1つはボアさんが殴られてぬいぐるみの中に閉じ込められた。この2つの事件の共通点とは。来た、手がかり整理。2つの傷害事件の共通点、人目につかない貯蔵室、貯蔵室の中は電波が入らない、そう携帯で助けを求めることができなかった。こういうなんか推理パートみたいのもしっかり用意されてるんだ。なんか姉さん結構事件のことについては任せてねとかって言ってたはずなのに、事件のことも俺に委ねてくるんだ。頼りに見かけ倒しじゃんあいつ。姉さん事件ですよ。陽子の SNS カウント、貯蔵室から出ると陽子さんは悪意のあるメッセージを大量に受信。クマのぬいぐるみ、みんなが寝室に入った時、まさかボアさんがクマのぬいぐるみの中に入ってるなんて誰もなかった。かなり荒唐無稽な事件ですね。2つの傷害事件の共通点、まあ、ここでまず選択肢としてこの SNS アカウントに悪意のあるメッセージを大量に受信された、これでしょ、これとこれでしょ。もうこれ以外の選択肢ないじゃないだよね。よしよしよし。まあ、序派級で言ったら序ですから。でも、二人とも同じような悪意の困った内容のメールを受け取るなんて、まるで誰かがこっそり彼女たちを監視しているみたい。アンチだって最初に騒いだあの黒ずくめの女が、やっぱ犯人なんじゃないか。もう消去法でいないもんな、だって。ってことは犯人は複数の可能性もある。そういうのもあるね。これも選択肢2つなのか。さっきと同じじゃん。あ、1つ違う。液体のり事件。アンネイさんは前に液体のりが入ってる飲み物をアンチから送られてきたらしい。アンチについての話を選べばいい感じかな。こういうことかな。あ、違った。あ、待て待て。全然違った。あ、待て。やり直したい。すっごいやり直したい、これ。ちょ待て。ちょ待て。開幕の推理からずっこけちゃったんだけど。もう全身打撲、青あざだらけみたいな感じなんだけど、陽子さんの攻撃食らって、であれかな、ボアさんも攻撃食らったからみたいな、そういうことかな。そういうことでしょ。2人の PD ガールズが狙われた、そういうことだ。違った。でも別にさ、これ合っててもよくない？ボアさん狙われて陽子さんもなんか攻撃されてるんだったら2人とも PD ガールズでしょ。いや、いいじゃん別に。いや別にこれ、いや貯蔵した事件なんのこれ、もう口尖っちゃう、これ。おかしいと思います。なんかおかしいと思います。細かく具体的には説明できないけど。なんかおかしいな。もう答えありきの質問やめてもらえないかな。そういうのはもう学生時代で終わってほしいわ。社会に出たらさ、その答えが用意されてる問題なんてないから。やめてほしい。やめてもらいたい。それを俺に聞くな。探偵の仕事だろ、それ。それは姉さんの仕事だろう。素早く身を潜めてる。そう考えると、この別荘のことに詳しい人、その証拠に。また問い立たされるぞ、俺。犯人が別荘のことをよく知っている根拠は。あ、これは、部屋に潜入したポイントと、貯蔵室の、そういったシステムを知っている。これはね、これは 100%。よし、ありがとうございます。犯人は別荘まで追いかけてきただけじゃなく、PD ガールズ襲撃しています。計画的な犯行だと思います。陽子さんとボアさんは襲われていると。だとすると、おそらく次の狙いは、アンネイさん？あ、アンネイさんも被害者になるのか。
ちょっとさ、今更なこと言っちゃうけど、全然きらめいてないね、現場。パラダイスでもないし、めちゃくちゃ襲われてるもん。すさんでるわ。すさんでるパラダイス。いや、すさんでるヘルかな。すさんでるヘル、タイトル。それに帰ろう。でもまあ、君に、あ、これはあれか、姉さんか。なんだこれ、俺の、え、俺の旅行だったの。あ、来た、来ました、ファッションタイム来ましたよ。これ来た、甘くて可愛い、甘くて可愛いアイテム揃えてるかな。ちょっと待ってね、カレーか、カレー系統ちょっと行きましょうか。カレー、カレーカレーっていうのは決してあの高齢者のことを指す言葉ではなくて、華やかな方ですね。はい、アナ雪のファッションにして、星の、あ、オネムウサギ、オネムウサギは甘いし、カレー、これ全突破できんのかな。確かソックスとかもなかったっけ。これ甘い、あ、甘から来た SS、 甘い SSS 来た。で、お靴 か軽快なステップ。俺こんな靴持ってたっけ。ぐっちゃぐちゃだけどいいのかな。まあ一応、まあカレーっちゃカレーか。だいぶぐっちゃぐちゃだけど、うさ耳で。うわ、もう取ってつけたような空中浮遊してるもんな。いいんかこれで。星に映る雪、あ、カレーだ、来たー、これでかい。こういうの求めてたのよな。ちょっと待ってね、これ使える、甘い、甘いし、カレー来た、甘から来ました。これいただき、これだいぶいただき。所持品ってなかったっけ。輝ける時、時間と書いて時と読む。これマイクスタンド、早っ、これいけるな。ブティック、お店行かなくてもいいんじゃないか。これはだいぶ得点いただいたんじゃないかな今日。いや、これいただいたでしょ、だいぶ。無数の親指詰められるぞ。来た来た来た、カレース、はい、来えー、戦闘力500万いこうぜ。もっともっともっと。まあ、優雅さは足りないわ、確かに。ちょっとみっともないから。あの、高齢者の方には笑われそうな格好してるから。よし、突然ノックの音が聞こえてきた。ドアを開けるとそこにはどこか不安な顔をしたスミスさん。トグル 100% 来ました。こんな時間にどうしたんですか。来た。スマート警報機能がついている。寝る前に起動するように知らせておこうと思ったんだが。若干ゆらゆらしてるんだよな。なんか忍たま乱太郎にこんな先生いたよな。ゆらり。ゆらり。俺、砂浜で祝われんの？わあ、すげえな。やっぱセレブ、セレブ思考だ。多分未来永劫ないわ。来世でもないと思うわ、俺。その自信がある。金じゃ。一生遊んで暮らせるほどの金が欲しいんじゃ。わしは。私にはもう愛ちゃんがいるから何もいらないです。気持ちだけありがとう。なんか冷たいな。これぐらい礼には及ばないよ。え、それで何も本当にくれない？え？マジで何も くれないの？今のはちょっとした何でも軽いジャブみたいなもんなんじゃないの？日本流の。つまらないものですが、みたいな。いやいや、めっそうもないみたいな。そういう感じも、え？案内時間を強調するってことはお姉ちゃん何か用意しているんじゃないの？全部口に出すじゃん。俺もだし、姉さんもサプライズ予告しちゃったな。サプライズ予告っていうのもまたそれはそれでだな。楽しみだね。いなせだね。誕生日だし、爽やかでエレガントなドレスでキャンドルライトの下で願い事をしたいな。さあ来た。清純優雅、鈴木清純で優雅である。これは検索していこう。検索検索。清純プラス優雅、ゆいが独尊。髪型は、はい、来ました。迷えるゆりたち、ワンピース。うわ、これか。うわ、俺これ恥ずかしくて外に着ていけないって言ったやつだ。ワンピース求めてないか、これ。砂浜だったらあったかい方がいいよな。いや、でもこれ祝われるにしたらちょっとだいぶカジュアルだな。もうちょっと決めていってもええで。セレブの誕生日パーティーだもんな。いや、これないな。ワンピースないな。一つなぎの財宝ではない。
これか、椿のモーニングソング、清純優雅、これか、これを俺は求めていたのか。さあ、そして下何も履かないっていうのもそれはそれでいいんだが、これか、無糖チョコレート。うわー、ちょっと金かかるなー、これだいぶ痛い出費、頼む。うわー、なんか恥ずかしい、これ取りたいなー、緑の、狙いすぎてる、ナメック星人になっちゃったこれ。願い事を叶えよ。お、なんか面白い、なんかスタジオがスポーツマンナンバーワン決定戦みたい、まさかの殺すよ、きたー P。 あー、でも20万超えではない、まあでもいっか、 P 取れたら全然いい。ドアをノックするのは誰だ、ようこさんか。こんばんは。一緒にお風呂。どれどれ、もう少し具体的に話聞こうか。ほいで、でも、メンバーで一緒にお風呂には入らないね。やっぱり完全にビジネスライクな友達の中って感じか。3人で団子を組んでるからね。今と誕生日のことを話してたんですよ。てめえ、俺だよ俺。今夜12時からてっぺんから姉子たちと杯交わすんだよ。あれ、これやばくないか、これ誕生日会でなんか一悶着来るんじゃないかこれ。いやでもね、俺思うんだけど、こういうおどおどしているように見せかけて犯人陽子っていう説もあるからね、これ全然ありますからね。バレた瞬間に性格がガラリと変わるみたいな、バレたらしょうがねえなみたいな感じのこと言いそう。ん、アイちゃん、ハロですね。ハロ、メール届いた。アムロ、メールを見るのだ。来た。さっぱりしててかっこいい感じ、元気いっぱいで見てると旅に出たくなる感じ。メインクールで活発か。クール結構持ってたと思う。でもクールでかつ活発はあんまり持ってないと思うな。同時進行はできないから、まず尻尾かばしてクール A。 あ、おはよう、来た。そうはね、今日も一日始まり出かけなきゃ。こういう感じ、これで活発なんだ。なるほど、でもかっこいいな、こういうの。なんか初めて今日一番スタイリストやってる感じするわ。靴下スーパーガール、活発さが、これでカッパ、なんか急にダサくなったな。あとはハンドアクセだね。うわー、急にデジモンテイマーだもんな、これだ。ダセーけど活発 A だ。仕留めていくぞ活発 A を。そしてまさかの輝ける時、常にマイクスタンド持って歩くんだろうな。いやでもこれは結構決まったんじゃなかろうか、いけるんじゃないか。声クール活発、きた。親指68000、うわし、一発よ、これもんですわ。あ、ちょっとそこだけ見ないで、右手だけ見ないで、デジモンテイマーだけ恥ずかしい、そこだけ恥ずかしいから。めっちゃ浮いてるから片手だけ。あのインパクトやべえな、右手のインパクト、一気に台無しにしていくデジモンテイマーで。さあ、私たちは夜の生配信について話してから温泉に向かう。ん？明かりが一斉に消えてしまった。配電室へ行くためのコーデをしなきゃいけないかもしれないな、これは。インポスターは誰だ？これまた閉じ込められたりとかしないよな。でもみんないるからね。なんで知っているんだそのことを。なんか怪しくねえかこれ。ボア、ボアがもし襲われたんであれば2度目ですね、ボア襲撃は。ん、え、これ殺人事件って起きんのこれ。あ、これアンネイの方じゃないのこれ。マジかこれ、嘘でしょ。慌ててアンネイさんの状態を調べる。すると驚くべきことに、彼女はほいや、もうコーデどころじゃないよこれ。え、彼女の口を開ける、誰だ。
できないのかもしれない。あ、アンネイさんのか。あ、分かってた。アンネイさんの口を開けるとまさにお姉ちゃんの言う通りで、呼吸が止まっていたのに意識を失ったことで下の筋肉がなんか緩んだんだ。で、気道を塞いでいたと。あ、これで復活するのか。アンネイ復活。ああ、死者蘇生した。リビングデッドの呼び声。墓地から1枚カード召喚、特殊召喚。でも頭の傷の手当てがまだよ。急いでアンネイを部屋まで運んで。すみ、これでも今の現状で考えるともうボアしかいないように見えるよね。だってみんないたもん。なんだけれども、そんな安直な話では絶対にないよね。いっぱい調査していくよ。お風呂場だけど、その隣にもう飯食えるところがあるんだけど、おししつまもうとしてるもん。ポテチもいただいちゃったりして。すげえ、ここ。こんなお風呂場俺見たことない。もうぐっちゃぐちゃになるじゃん、畳が。畳が塩塩になるよ。窓。これスワイプすると、こっから犯人は逃げたとか。あ、足跡がある。これ見ようがしですね。これ怪しいな。これ犯人2人説ないか。足跡は窓枠から庭の砂利道に続いている。だがその先には足跡。なんかこういうの金田一であったな。雨降っててぬかるんでるんだけど足跡がないってやつで、ドアを伝っていったっていう。それか。でもドアないもんな。石畳のところを歩いてたとかかな。でも、あ、でもそれだったら石畳のところに足跡つくか。いわゆる完全犯罪っていうやつだ。完全密室犯罪ってやつか。これが今に流る俗に言う巷で大人気の、そういうことだったのか。調査完了。現場に残ってた証拠はこれで全部。でもやっぱりちょっとおかしいね。すごい、もうポテチの隣になんかカクテルみたいになってる今。一つの部屋で全てを満たそうとしすぎたろこいつら。さあ、そしておねむうさぎセット全部揃えて、これで次のショーに行けるっていう感じだね。わあ、これでもちょっとかわいい。ちょっとこれ、うわっ、可愛いって思ったけど、足元がなんか呪われてるんだけど、なんか千年アイテムを持ってそうでちょっと引くわ。足元引くなーこれ。